でこれを遊べばいいってこと。さあクリアできるかな。なんもねえじゃねえか。パワーアップアイテムがない。微妙に商材っぽいのに入れちゃった。あー無限ループって怖くないか。でかくなった。びっくりびっくり。はっ、怖い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 。上が正解。燃えている燃えている。普通に正面から行きゃいいのか。これ上に行けないもんね、どう頑張っても。この靴も回収できないし、ルート的には逆なんだよ。届かない。戻れ。何のために俺はここまで来たんだ。帰るのは楽だな。普通に走るだけで上に行け。ここか。よっ、行けたけど、これ以上上に行けないもんな。これどうなってるの、この島は。しかしてこれが、でも初代し危なくなるだけじゃねえか。どんなマップになってんの。ゴールは最終的にこの上だと思うんだけど、あそこ入れたらゴールね。豆の木。こんなとこ飛べんのかな。飛べるのかな、ダッシュジャンプで。はじめに戻ってみよう。てかもうここからでいいや。さあ、でっかいのはもらえないんだったらこれでこのまんま行くしかないと。ああ、もう そうじゃない。上を押したのにさっき認識しなかった。結局はこれをこう、多分連続ジャンプができるんだと思う。だからここからだな。よっ、あ、届く届く、こういうことか。なるほどね。でミスるたびに戻ってこないといけないっていう。まあね、一応高難易度コースだからしょうがないけど、全部ギリじゃんとかね、結構だるいね。よし、こういうことね。でこうやったらクリアできる。おお、だ、びっくりした。悩んだら死ぬ系かと思ったらそうでもなかった。 OK です。結構難しいな。謎解き知らなかったらかかっちゃいそうな。
じゃあ次はここを。おお、超えた。ワンワンさん、ワンワンさん。意外にこのクッパクラウン強いな。ちょっとイライラ棒っぽくなってる。危ない危ない危ない。ここで降りなきゃダメだね。急げ急げ。迫ってきてる。うわきつい。もうちょっとだったな。あーまたやっちゃった。触ったまま移動させようとしちゃうんだよ。もう一回始めから。一番上だから一気に行って、炎を回避、ワンワンも回避で、ここ越えて、ここからがね厳しいね。急げ急げって思うけど、まずここで行かずに倒しといたら安全なのか。で直撃。壊せる？あ、壊せた。怖い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 。いろいろ怖い。やめてください。やめてください。罠はやめて、罠は。こういう罠系多いよね。ちょっとここからでいいか。ですよね。分かってた。分かってたんだ。でも後ろ壊さなかったら別にそんな焦るような罠でもないだよな。こんなぜこんなのにする。あ、間違えた。これは上から踏んでも出るのか。なるほど。キノコだ。痛いっす。こうやってゆっくり行かなきゃ。でもね、小さくなったんだったら別にこっちのルートで行く必要ないよね。ハイヒールだったら踏んでも大丈夫。結構自由に飛ばされる。普通のブーツ。でっかくなっちゃった。でっかいなら倒せない。ワイヤーマリオ。そして最後のから行くぞ。カメックさん、どんだけいるの。クリアはした。これで全部倒したかな。そう、なるほどね。さあ、あと2ステージ。レッツゴー。レッツゴー。ワールド仕様と。1、2、3。あ、これクッパのあれじゃね。4。外れか。どうやってもクリアできない。3。なるほど、駆け抜けるんだね。
これこの位置からだときついな。こうして即駆け抜けて、おお、どうなってるの？ふう。こういうことか。パタメット、あーもうパタメットさんは乗ってても大丈夫なんだよね。むしろ乗ってると上がっていい感じ。あぶんねえな、ここ。しかも笑ってるし。5番。なるほど、一つだけ当たりがあるのか。あ、正解だ。そういうことですか。これはキノコもらっとけってことでいいのかな。こういうことかな。で、ここでファイヤーをゲットしておいて。早い。かぶった。あ、すさまじいことか。からの、うそ。上に行くと何かあったのか。まあ行ってみよう。特にさっきの上は意味がなかったっぽいな。あ、なるほど、直接上に行けたんだ、ミスらなかったら。ちょっと焦った、ちょっと焦った。焦らせてくれるじゃない。さて、最終ワールド、難しそう。ニューマリ仕様だ。あ、こっちから一方通行。もうすでにむずいもんな、これ。こういうことだと思うんだけど、でっかすいのをキープしたまま行きたい。結構きついな。よし、高さ OK。 こうか。で、これを踏みながら前に行くのかな。で、戻されて、あ、一応一つずつ。で、こうか。タタタタン。お次は下がどうなってるのか気になるよね。こういう時に便利なのが、こう作るで戻ったら下どうなってるのか見れるよね。あ、帰ってるだけだ。小さくなっちゃった。大丈夫。さっきまででかかったのにわざわざ小さい。あ、大丈夫、ちゃんと戻しプレイ用のアイテムつけてくれてる。こいつはストーカーじゃない方か。イカちゃん、イカちゃん、ここだ。全員やっつけてやる、俺のファイヤーボールで。びっくりしょー。これは恐ろしい。
助けてよし、キノコもそういうことか、こうか、ルート的にこのルートだとダメだ、こっちから行かないと厳しいな。ここのトゲがさ、マリオ斜め前に飛ぶないんだけど、あーやっぱヨッシーいるんだね、まあ、何をさせたいかは分かって、こういうことだな、でこうやってこうせる、なんていうかね、多いんだよね、アイテムかと思ったら敵っていうね、じゃあ撃たなきゃいいんじゃんっていうような、そういうことか、リセットリセットで上から降ってきてリセット、うん、初見で行くには無理だねこれ。そうか、ニューマリだからこれも使わないと、こうこうこうだ、やっぱかなり難しくなってる、落ちちゃった、どこまで、ここまで、まあもう分かってりゃ余裕だけど、余裕だけど、よし次のところ、すげえ飛んだな、上かな、正解はで、これに乗ってこのしゃがむのかな、こんな感じか、で、あっちに行く、よっ、はっ、ありゃ、ありゃ、こういうことか、倒した方がね、絶対に楽だ、強い、倒せない設定とかはできないみたいなね、よし、これでサンプルコースはフルコンプリートだな、よし、あとは自分でコースを作っていくだけだと言いたいんだが、全然あれなんだよな、パーツがないんだよな、パーツ増えないと凝ったコースもできないし、まずはパーツを増やさないといけない、いまだに初代とニューしかスキンも選べないし、まあとりあえずはね、いろいろコースを作っていこう、まあそういう意味で10人チャレンジのサンプルコースは無事全部クリア、じゃあここから先はいろんなコースを作っていこうと思います、もしくは日が経っていろんな面白いコースが追加されたらそれもやっていこうかな。